ブーエプロン届きました。着てみたいと思います。こうやって野菜とかも全部一つずつ梱包されてます。料理ごとによってこういう感じで調味料とかも一緒に入れてくれてます。わかりやすくてめっちゃ便利で、この氷の中にこうやってサーモンとかお魚も入れてくれてます。で、レシピは一つずつこんな感じで入ってます。めっちゃわかりやすい。はい、皆さんこんにちは。今日はじゃん、キッチンからお届けしております。2ヶ月前からブルーエプロンっていうサービスを利用していて、そのブルーエプロンっていうのは1週間に1回2食分か3食分かで選べて、それだけの食材とレシピが自宅に届くっていうサービスです。今日はその3種類送られてきた中で、このステーキ、お肉を作っていこうと思います。これがこういったものを使うよって感じですね。この食材を使っていくっていう感じです。で、裏にはこんな感じでレシピが載せられております。では用意していきます。私たちはなんかお魚の方が好きなので、よくこうエビとかサーモンとかこうお魚系をオーダーしてるんですけど、今回はお肉をオーダーしました。なんかいいのがなかったりとか、多分コロナになってから頼んでる人も多いと思うので、なんかソールドアウトっていうのがやってるんですよね。なんかまあレシピは1ヶ月前ぐらいから見ることができて、そこから選んでいくんですけど、アメリカはオーブンで料理するのがすごい主流っていうか、オーブン料理をよくするので、こんな感じでコンロの下にこういうオーブンがあるのが一般的です。外出規制が出た時からほんまにブルーエプロンやっててよかったなって思いました。なんかスーパーとかにも行く回数めっちゃ減ったし、なんか最初の頃とかもうお肉とかもスーパーに並んでなかったし、パスタとか、まあ、乾麺とかはもちろんなかったし、なんかそういうのもあって、まあ、1週1回絶対食材が送られてくるっていうのはすごい安心感あった。まあやっててよかったなって思うのは、やっぱこう買い物に行かなくていいこと重い荷物とかもそうなんだし、特になんか自転車とかがないので、なんか日本やったらスーパー行くってなっても、自転車でこうチャーって行って、なんか重い荷物とかもカゴにこうやって乗せてチャーって帰れるから、
便利やけど、私バイクないし車もここないし、なんか好きなトレーショーとか行ってまず牛乳買ってヨーグルト買って、しかもヨーグルトもなんかこんなでっかいのしかないし、まあちっちゃいのもあるけど、そのなんかでっかいのが好きやからいつもでっかいの買うねんけど、でっかいの買って卵買ってとかってしてたら、このなんか紙袋、こんなでっかい紙袋2つぐらいになって、それをいつも電車で帰らなあかんから、電車の中はまあいいとして、この電車駅を降りてから自宅までまあ5分ぐらいやけど、帰って重たい重たい重たいってなって歩かなあかんくて、いつも途中で重たいなってなったらこう道に置いてやって休憩してる。もうそれがほんまに、いや、なんか近所のスーパーとか、あのあそこにカートがあるんですけど、なんかカート、なんかおば、日本やったらおばあちゃんとかが乗せてるようなカート持ってガラ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 って乗せて、それで買い物したものとか入れて、レジで買い物買って、それをまた入れて、レジ袋とかもらわずにいいから、いつもそのカゴで行ったりするんやけど、なんかそのカゴもこうやって押してたら、なんかその日本みたいにこう道路も綺麗じゃないから、なんかガタガタやからガタ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 って押して、なんかちょっとつまずいたりしたら、このカートがなんかこのすねすねのところにカンってなって、いったーってなる。そういうのもやし、何やろ、なんか日本の買い物ってしやすかったなって、なんかなんかのところが違うからかな。はーい、自給グリでーす。じゃーん、美味しそう。こんな感じでーす。いただきます。お先です、ベイビーちゃん。うん、おいしい。Over here, you're still going.